の海岸山とマリー島またはマダガスカル語で、ノシブラハはマダガスカル北東部に浮かぶ島都市。面積222平方キロメートル、人口16,325人。インド洋に面する南北60キロメートル、東西10キロメートルの細長い島で、マダガスカル島とは細い海峡によって隔てられ、ほぼ平行に伸びている。 サントマリー島は一島で一市を構成している。中心地はアンブディフタチャ。トアマシナ州に属する。サントマリー島は西海岸ののし、ベニツグマダガスカルの大リゾート地であり、ヨーロッパより多くのバカンス客が訪れる。サントマリー島とマダガスカル本島の間の海峡は南極海よりやってくるザトウクジラが多く生息しており、クジラがやってくる7月から9月の冬季には、 島はホエールウォッチングの拠点となっている。また、サントマリー島のラグームはサンゴ礁がよく発達し、インド洋ズイのダイビングスポットとして名高い。リゾートホテルは島の南端に集中しているが、中央部にも何軒かのホテルが存在する。サントマリー島は本島からの距離とサンゴ礁という特殊性のため動物礁も独特のものがあり、 特にキツネザルやランが著名である。かつてはマダガスカル格好という固有種も生息していたが、1834年に絶滅した。サントマリー島は17世紀には海賊の拠点となっていた。静かな入り江と豊富な水と果物があり、さらにインド洋航路からさほど離れていない場所にあったため、拠点とするのに最適だったからである。キャプテンキットも この島を拠点としていた。この地に住み着いたフランス人やイギリス人の海賊たちは現地女性と通婚を繰り返し、やがて18世紀初頭にはイギリス人海賊と現地女性との間に生まれたラツミラフという王が現れ、マダガスカル東部沿岸の諸都市を統一して別ミサラカ王国を建国した。この王国は通称同盟の性格を持ち、ラチミラフの死後王国は分裂するものの、 支配下にあった人々は一つの民族としての連帯感を保ち続け、別にさらか人となった。島は、ラツミラフの子孫が支配を続けた後、1750年に、異臓によりフランス領となった。赤い島物語マダガスカルの歴史、富士の幸九1997年6月30日初版、彩り流社、p 十八朝倉世界地理講座アフリカに池谷和信、 佐藤レニア、竹内真一編、朝倉書店、2008年4月 u 八8 1 8ありがとうございます。